どうも、パテプソ協会でございます。さあ、今回も危険なダブリー炭水化物リーです。ありがとうございます。一つ目はですね、ミルクシーフリゾット、ミルクシーフードリゾット、ミルクシーフードヌードル風の、これちょっと取っとこうか。こんな感じでね、これぐらいかな。えいっ、OK、うん、ミルクシーフードリゾット、ミルクシーフードヌードル味。正式名称なんなんやろな、これな。正式名称がわからんわ。ミルクカップヌードル、ミルクシーフードリゾット、ミルクシーフードヌードル味。なんか言うねん。まあ、5分ですね。うん、熱湯5分じゃないわ、レンジで5分。はい、でですね、こちらの方は一平ちゃん夜店の焼きそば、細い綺麗楽しいマヨビーム、からしマヨネーズ付き、ガーリックバター醤油味でございますね。ガーリックバター醤油味、ちょっと開けてみますか。うん、これなんか開けにくさやな。フライパンでも調理できんやね、このリゾットっていうか、このあの飯系のやつね、これね。うん、カップヌードルの、あのシーフードヌードルに牛乳とか入れたりします？これ絶対せえへんやけど、なんか俺絶対、俺そんなに牛乳好きじゃないから、牛乳好きじゃないからやったってあかんしよ、それ絶対ね。ゴミ箱この辺置いといてよかったな。ここから剥がす、ここから剥がすって書いてある。これピッとあるのかな。あ、ここから剥がすって書いてある。いいかなこれ、いいかな、ピン落とうかなこれ、いいかなこれ、いいかなこれね、ここから剥がすって書いてある。それ書いてあるわな。あ、ピント、ピント大丈夫やな。優秀やな、今日な。優秀やな。うん、中の方は、あ、だけど美味しそうな匂いしてるわ。こんな感じ。まあ、パラパラした感じね。うん。まあ、これにお湯を入れて、5分は30秒。うん。5分30秒ですね。うん、こちらは5分30秒。うん、500ワットで5分。え、500ワットで5分。この間の、そばのやつは5分30秒って言うけど、これ5分でいいんや。でですね、こちら、一平ちゃん、夜店の焼きそば。うん。手がね、冷たくてね、うまく動かないの。うまく動かないの。よし。バター醤油。これね、あんまね、バター醤油そんな好きじゃないのよね。とか言って、お前なんでこんなん凍とんねんって言われるけどさ。あの、味噌とかにバター入れるとか、俺バターの風味別にそんなに好きじゃないのよね。の方は中に入ってるふりかけ、マヨビーム、ソース。あ、結構細麺。え、ピッピッてこんな細麺やったっけ、こんな細麺やったっけね。というわけで、まあ、これ作っていきます。はい、よし、できた。っていうか、この間の蕎麦屋のカレーと一緒で、やっぱ蓋完全外すとこうやって落ちるのよね。あ、完全外すと落ちるよね。ゴミ捨ててきたよ、かった。まあいいか。これ引いて、この、もう、この垂れた感とか、まあまあショック。やっぱこれ、完全に剥がさず、端っこはちょっとくっつけとこう、ほうがいいね。剥がしてから乗せてください、的な感じで。混ぜよう。うん、まあリゾットって感じやな。女の子が好きなあのファミレスの匂いがするな。すごい湯気や。すごい湯気。よし、ね、これで焼きそばの方もジェットにしてきたんで、一平ちゃん、一平ちゃん久々やな。今ペヤング問題やからな、ペヤングはちょっとバレへんけど、うん、っていうかペヤング話題やで、あれやけど言いながら、今日はあの12月、14日ねんけど、昨日までしなかった。結構話題になってた。全然俺テレビ見えへんからね、ニュースもそんな見てないからびっくりしたわ。うん、あらあかんよな。うん、まあ、ツイッターにあの終始書くのもいかがなもんかとも思うけど、うん、よしよっしゃ、混ぜよう。なんかソース上で温めといた方が良かったかもしれんな。ちょっと硬い油の、油のなんか硬さがあるわ。うん、
わ、バターもすでに、あ、バターが入ってっからか。あの、書いてないけど、これソース蓋の上で温めた方がいいよ、絶対。うん、絞りにくかった、うん、よし。あー、手が冷たいから、お箸とか、お箸とか力入らへん。しっかり混ぜたいからな。で、ふりかけが先かマヨが先かで、結構マヨが入る、うん、マヨだけに、うん、ふりかけか。俺はとりあえず、あ、なんか香ばしい。なにこれ、ガーリック、あ、そうか、ガーリックパウダーみたいなのが入ってるから、こんなつぶつぶしてんのか。よし、マヨビーム、マヨビーム。マヨビームで特許持ってから他のとこではできんのかな、この切り口とか。どうなんやろな。からしマヨネーズですね。マヨビームノズルって書いてあるけど、あ、絞りにくいわ。あ、もうビームじゃないわ、もう。むしろなんかドピュって感じだったわ。よし、できました。焼きそば、焼きそば、バター醤油焼きそばとジェルの方のリゾットでございます。それではいただきます。リゾットからいただくか。もう入ってんねや。ん、うまいやんうまい、うわ、めっちゃふくまい、うまい、え、もうふくまい、これこれこれ、ほんのちょっとよ。378キロカロリーでしゃあないかもしれんけど、うん、うん、おいしい。いつもね、こう商品名が見えるようにね、置くのを忘れてしまう、うん、おいしいね、うん、シーフルーツリゾットの、うん、うん、めっちゃバターの香り、うん、いや、好きな人は好きやろな、これな、うん、好きな人は好き、それは何でもそうやけどな。言い出したら何でも、好きな人は好きって言い出したら何でもそうやけど、うん、いや、俺はバター醤油とかあんま好きじゃない。ポテチとかでもあんま買わへんけど、ああいうもんね。いや、俺は結構それでもいける、うん。普通に美味しいと思います、うん、まあ、いいんじゃない、うん、この細麺な感じはいいよね。うん、まあ、ペヤングの調合焼きそばメーカーが今ちょっと大変なことやから、他のところはもうちょっとここぞとばかりに勢力地図塗り替えようと頑張り出すかもしれんね。一平ちゃんもこんな少なかったっけ。というわけで、肉飯取りたいね。ここまでします。ミルクシーフードリゾットと焼きそば、一平ちゃんの焼きそばでした。あ、これ剥がしといたろ。日記飯で何食べてるかわからん方はね、俺はいいのよ。あれ取ったら、なんやねん、このちっちゃい容器。めっちゃちっちゃい容器が出てきた。鼻水出てるし、俺ほんでまだ今。ほんねん。というわけで、とても了解でした。チャンネル、チャンネル、チャンネル登録。あなたも私もチャンネル登録。 T シャツ売ってる、チャンネル登録。私もご機嫌、チャンネル登録。あんたまだチャンネル登録してへんで、チャンネル登録。